今回の問題、ショート打つべきコマンドを誤ってシュート入れてしまいました。このようにコマンドをミスをしてエンターを押すと、こんな画面が出てきて一定時間操作をすることができなくなってしまいました。さあ、この画面では今何が行われているのでしょうか。そしてもう一つ、ショーランニングコンフィグと入力したかったんですが、コマンドの入力途中にログが発生しました。このようにコマンドの途中でログが発生してしまうと、コマンド見えづらくなってしまいます。この状況を設定によって改善したいと思います。どんな設定でこの状況を改善することができるでしょうか。答えは動画の中で発表します。今回も一緒に勉強頑張っていきましょう。お世話になっております、マサルです。今回は知っておくと便利な機能について一緒に勉強していきます。今回の設定知っておくと、作業がしやすくなって作業効率がとても上がると思います。 CCNA の試験でも取り上げられる内容なので、それだけよく利用される設定なんだと思います。今回もパケットトレーサーを使って一緒に手を動かしながら体験して学んでいただけると楽しいと思いますので、ぜひ一緒にやってみてください。それでは始めていきます。まずこちらの画面ご覧ください。作業者はショート打つべきところを誤ってシュート入力してエンターを押してしまったようです。このように誤ったコマンドを入力すると、このような画面が出てきて一定時間操作ができなくなってしまいます。おそらくパケットトレーサーを使っている方の中にも、タイプミスをしてしまってこのような画面が出てきて困ったという方もいるのではないでしょうか。なぜこのような画面が出ているのかというと、コマンドにない文字列が入力された時には、ルータはデフォルトでその文字列をホスト名だと認識し、名前解決をしようとします。ルーターからすると、シューというホスト名を作業者が指定している、シューというホストの名前解決をしよう、DNS サーバーにシューというホストの IP アドレスを知りませんかと名前解決をする流れになるんですね。しかし考えてみると、 DNS というのは本来人間がホスト名と IP アドレスの対応付けを覚えるのが苦手なので、名前解決をしてくれるサービスです。ルーターは機械なので IP アドレス覚えるの得意なんですよね。なので DNS サーバーの設定をルーターにしていることは比較的少ないです。つまりルーターは DNS サーバーとの設定をしていないので、 DNS サーバーと通信できないパターンが多いんですね。ルーターが名前解決しようとしても設定が入っていないので、一定時間 DNS サーバーとの通信を待機してしまうのがこの状態です。ルーターは DNS サーバーとの通信を諦めるまで作業者からのコマンドを受け付けなくなってしまいます。この時間作業者は待つしかなくなります。タイプミスをするたびにこのような待機時間が発生していては、作業効率下がってしまいます。そこで名前解決を無効化するコマンドがあります。それが NoIPDomainLookup です。私の経験上ですが、ほとんどの場合ルーターには NoIPDomainLookup の設定が入っていました。次はこちらの画面をご覧ください。 ShowRunningConfig と入れようとしたんですが、コマンドがログに遮られてしまっています。この状態でも正しくコマンドが入力できていれば、ショーランニングコンフィグを実行することはできますが、ログが発生するたびにコマンドを遮られてしまっては見えづらくなってしまって嫌ですよね。そこでログが発生してコマンドを遮ってしまった場合には、入力中のコマンドを自動的に再表示することができる設定があります。それがロギングシンクロナスといった設定です。具体的には LINE コンフィグレーションモードに入ってロギングシンクロナスといった設定を入れてあげます。LINE コンフィギュレーションモードというのは、コンソール接続や VTY の設定変更が可能なモードです。VTY というのは仮想的なポートなんですが、VTY に関してはまた別の動画で詳しく説明しますので、今はそんなに気にしなくても大丈夫です。パケットトレーサーではコンソール接続で操作をすることが多いので、コンソール接続で操作をするときの設定に関しては、LINE コンフィギュレーションモードを利用すると思ってください。ちなみに各機器にはコンソールポートというのは一つしかありません。この時ポート番号は0から数えるので、コンソールポートを指定するときには0番目のコンソールポートという意味でここの0を指定しています。それではここまで説明した NoIPDomainLookup とロギングシンクロナスをパケットトレーサーで使ってみましょう。それでは今回も手順を見ながらやっていきましょう。
今回はルーター1とルーター3を使ってやっていきます。ルーター3の方には No IP ドメインルックアップとロギングシンクロナスの設定が入っている状態です。どのように動きに違いが出るのか一緒に見ていってください。では始めていきます。まずはルーター1とルーター3でタイプミスをしたコマンドを入力してみたいと思います。まずはルーター1。今回の設定が入っていないルーターでタイプミスをしてしまった場合、どのような動きになるのか見ていてください。ルーターを選択して、ショート打つべきところをシューと打ってみます。すると、このように名前解決が始まります。名前解決をしている間は、コマンド入力を受け付けなくなってしまいます。これだと作業効率が良くないので、名前解決を無効化します。名前解決を無効化するコマンドは、コンフィギュレーションモードで No IP ドメインルックアップの設定です。ルーター3にはこの設定をすでに行っていますので、ルーター3でも同じようにタイプミスしたコマンドを入力してみようと思います。ではタイプミスをしてシュート入れてみたいと思います。はい、すると名前解決が行われずにすぐにコマンド入力をできるようになっています。この設定だとタイプミスをした場合でもすぐにコマンド入力することができるので、作業効率が上がりますよね。ではもう一つの設定、ロギングシンクロナスを見ていきます。ルーター3にはすでに設定が入っている状態なので、ルーター1とルーター3でどのような違いがあるか見てみたいと思います。では手順に沿ってやっていきます。ルーター1とルーター3で show ip int まで入れます。これはまだコマンドの途中であることを表しています。ルーター1とルーター3両方に show ip int まで入れています。本当は show ip interface brief まで入れたいんですが、まだコマンドの途中ということですね。この状態でルーター1につながっているケーブルを削除してみたいと思います。削除するとログが発生するんですが、ルーター1の場合は設定が入っていないので、どのようにログが発生するのかに注目してみてください。ではケーブルを削除します。ルーター1のケーブルを削除するので、こちらの画面も注目しながら見てみてください。ではルーター1のインターフェースを削除します。するとこのようにログが発生していますね。show ip int まで打ってログが途中で入ってしまいます。ではもう一方、設定が入っているルーター3ではどのような表示になるのか見てみてください。ではケーブルを削除します。はい、ケーブルを削除すると show ip int と入っていて、その後ろにログが出てきていますが、ログが発生する前の show ip int といったコマンドを自動で再表示してくれています。再表示してくれるのでコマンドが見えやすくなりますよね。この設定もほとんどのルーターで入っていることが多いので、しっかりこういった設定があることも覚えておきましょう。それでは今回の実習は以上です。お疲れ様でした。はい、それではまずは動画冒頭の問題の答え合わせをしておきましょう。コマンドをタイプミスしてしまった時のこのような画面では何が行われているのかというと、コマンドをホスト名と認識してルーターが名前解決を行っているということでした。名前解決を無効化するコマンドは No IP ドメインルックアップです。そしてもう一つ、コマンドの途中でログが発生してしまって見えづらくなってしまう場合には、設定によって改善することができます。設定方法は LINE コンソール0、 LINE コンフィギュレーションモードに入ってロギングシンクロナス、この設定によってログの後にコマンドを自動で再表示するようにしてくれます。この2つの設定はよく現場でも見かける設定だと思うので、覚えておくと試験でも実務でも役に立つと思います。それでは今回の動画は以上です。もし今回の動画がお役に立てば、高評価チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。